はい、こんばんは。スタジオリバーサイドへようこそ。本日ねご紹介するのは、こちらの、グレコ製のねレスポールです。以前ご紹介したようにね、ペグは、ギブソンの、ゴールドタイプのものを使ってます。で今回ですね、前回の動画でお話ししたように、ワインドゲン C56 のワインドゲンを一回挟み込むような形で、挟み込むっていうのと違うな、一度上を巻いてから、その下をくぐらせて巻く方法に変えてみました。これ C56 弦のワインドゲンをそうしてみました。こちらねプレーン弦のね123に関しては、一旦上に折ってそれから下を通してます。でこのギブソンのねポストの場合結構下に巻き代がね作れるんですけど、今回はあえてたくさん巻かないで、普段と同じように2回巻きにしてみました。で結果ですね、非常にチューニングがやっぱ安定しました。こんな感じですね。スケールのレスポールにしてはなかなか得られないぐらい C の解放、D の解放、こう解放がねすごく綺麗になるようになりましたね。今ねちょっとストラップが、選択しちゃってて、まだ乾いてないんでストラップついてないんですけど、なかなかね座って弾くのが苦手なんですけど、まあ、こうやってね結構動画を撮るときに座って弾くことが、まあ、弾かざるを得ないんで、だんだんと弾けるようになってくるもんですね。まあ、人間練習してればなんとかかんとかなるもんですね。でこのギターの友人から、いただいたんですけど、結構ネックもこうねじれて反っててね、まあ、気難しいギターだったんですけど、やっぱギターっていうのはすごいですね。しっかり弦を張ってしっかりね弾いて、大事にねこうやってるうちにこう不思議とねねじれが治ってくるんですよ。でこれは何年のものなのかちょっと分かんないんですけど、グレコさんのこの中空のねまあ、セミアコ的なレスポールなんですけど、年代不明な1990年代なのかな、今はないのかな、すごくねいい音がします。本当に何とも言えないね。基本だそうです。はい。そっか、何年代の何のギターかっていうところが分かんないとダメってことですね。すいません、調べておきます。はい。まあグレコさんに問い合わせてもこうなかなか、でもシリアルが入ってるか、シリアル番号が入ってるんで、シリアルからグレコさんに問い合わせていますね、これ。そうですね、何年のものかよく分かんないとね。
でなかなかこれ中古市場でも、ね、見かけることがなくて、とても、ね、大事に使ってます、本当にねびっくりですね。ネックっていうのはねじれちゃうとねもうどうにもなんないもんかと思ってましたけど、まあ調整していただいたんですが、その後ね、引いてるうちになんとか治ってきましたね。大したもんですね。本当に日本のギターを作る技術ってのはすごいですね。今度、まあ、近いうちに友人から東海さんのね、レスポールをもうくれるのかないただく予定になってるんですけどね。東海さんのギターもすごくかっちりできてますよね。グレコさんのはどっちかっていうとちょっとなまってるっていうかね、全体的にちょっとこう柔らかくてなんとなくできてる感じなんですけど、東海さんのねすごくきっちりできてますね。接着なんかもピシッとこう腫れてる感じで、で僕はこのグレコのこのなんとなくなまった感じ好きなんですけど、黒澤大樹さんの池袋店でね東海さんの レスポール弾かせていただいたんですけど、すごくいいレスポールでした、はい、でそんな話をしたら友人が持ってきてくれるみたいなんで楽しみにしてます。ありがとうございますね、いつも。そんなわけでね、今回ご紹介したのは、弦の巻き方ですね。僕は結構このダダリオのね、3つ入っていくらすんのかな、これ1500円ぐらいかなの弦を使ってます。これでもね結構当たり外れがないんでね重宝してます、はい。そんなわけでまた、次の動画でお会いしましょう。 See you next time です。